こんにちは。オーベルジュチャンネルヴィンテージ編です。今回のテーマは、リーバイスが使用している、デニム生地、こちらの、変遷、あとこういわゆる過渡期、もしくは、どのタイミングでどういうふうに素材が切り替わっていったか、素材に関してのみ、ぐーっと詰めて考察してみたいと思います。まずですね、ここにあります、2着の G ジャン、これは、70505、リーバイス4番目の、G ジャンの形ですよね。70505の、0217素材、0217というのが何かと言いますと、02が、防縮、あれだけの501を頑固に、シュリンクツーフィットだって言って、残留収縮、10%、払ったら 10% 縮むぞっていうのを、何十年も貫いてきた会社がついに、周りの状況を見て、あとファスナーを使いたくなったとかいろんな状況を見て、ついに0217素材というのを開発しまして、晴れてお披露目したのがこちら、これがですね、このタグを見ていただくと、70505-0217の上に小さく557とサードモデルの、印字が入っているものなので、これが極めて、この、70505-0217の、いわゆる最初期の、モデルと、思われます。ということなので、これはいわゆる防縮、3% しか縮まないよっていうのを設定したほぼ最初期の、素材と思われます。まずこれがこの G ジャンですね。で、これこの形ですと、ほとんど耳使う、ほとんどというかまず耳使う箇所ないので、じゃあこの0217素材は耳付きなのかどうなのか、それがちょっと分からないじゃないですか。ということで、これが自分のちょっと私物お宝第2弾、505-0217、505はファスナーを使いたいぞと。ファスナーを使うってことは、テンパ縮んだらもう製品として成り立たない。だから 3% 残留の、もう縮まない生地を、ある程度ね、縮まない生地を作んなきゃいけない。で、出来上がったのがこの生地だから、505が誕生した、こういう流れなんですけれども、こちらの505、これもまたちょっとね、ちょっと食器で、耳がついてるんですよね。っていうことは27インチ78センチ幅の0217素材は、初期の頃は存在したと。っていうことが、これを見ると分かります。で、自分ずっと古着見てきて、一番当然ね、その WX の、古いやつっていうのはかっこいいんですけども、なんか青の色味ということで言うと、この、初期のこの0217の青み、あとこういうところのこうたまる感じっていうのはなんかピカイチかっこいいと思うんですよね。で、この557のこのサードモデルからの移行期のものに関しては、例えばこのステッチが全部これまた綿糸なんですよね。で、結構真っ黄色の、綿糸を使ってるんですけども、これがもうちょこっとすぐこのタブがね、このパッチがちっちゃくなった頃になると、いきなりポリエステルの、てか前ポリエステルが化繊ですかね、ナイロンかポリエステルかちょっと分かんないですけど、スパン紙になった段階から一気にステッチがもうオレンジのちょっとこう深い色に変わります。で、そうなった時のね、またこのコントラストも意外とかっこよくて、自分大好きなんですよね。この辺相当常用しました。そのこのあれですね、これがスパン紙で縫われた綿糸ではない、70505初期ですよね。だちょうど縫製に関しても、綿糸からスパン紙への、天然の糸から化繊への移行期というかね、そういった意味ではここら辺の時代というのは、60年代後期、70年代初頭ですかね、一番だからリーバイス社としてもいろいろ意欲的に自分の今まで の旧体制からちょっと新体制に切り替えた、いろんな冒険をした時期なんじゃないかなと思われます。で、このこれね、生地もなかなか縦落ちと言われるような色つやであるとか、すごく雰囲気いいじゃないですか。ただこれ501じゃないから、いわゆるこう WX 軸から続く
いわゆるこうあの 10% 縮む生地じゃない、縮まない生地の歴史ということで、だからこれをリーバイスの歴史の中で501と同じように考えてはいけないと思うんですよね。だから0217としてどういうふうなあの変遷をたどったか、末路をたどったかっていうのをあの見なきゃいけないということと、あともう一つあの、ヴィンテージと、まあ、言えるもののなんか一つの定義として、あのいろんなこうディテールがね、E がでかいとかあのそういうことを、まあ、全部抜きにして、自分はあのリング紡績をした生地であることがね一番重要だと思うんですよね。であのリング紡績っていうのは、簡単に言うと、細い、あの綿の原綿ですかね、あの繊維を結構長めなものをきれいに束ねて、よったもの、なんかそんなようにイメージしていただくといいんですよね。きれいな糸をきれいによってきれいに並べる、それがリング紡績でできたデニム生地だから、例えば、これはあの501のダブル X の47年の、 あのモデルですけれども、これもう例えば表面全く毛羽がないんですよね。毛羽がない、あとなんかねこう濡れてるわけじゃないんですけど、とにかくねしっとりするんですよね。これがねリング紡績の、ポイントになってると思うんですよ。でこのリング紡績結構歴史古くて長くあのやっている技術で、まあ、昔ねこれしかできなかったっていう言い方もあるんですけれども、ゆえに、例えば、1900年代初頭からの501の、繊維を見ると、あのプロの紡績の人間が見ても、あこれはいい面使ってるねってみんな言うんですよね。結局成長が長くないと、昔はあの紡績棒機にかけてあの綺麗な均一な糸を引けなかったってことで、ある程度こう面もねいい面使わなきゃいけないっていうことで一生懸命頑張って作ったのが、いわゆるこうダブル X あのと言われるね、エクストラエクシードと言われる、この素材であって、あのこの WX っていうのはイコール繊維長の長いあのリング紡績で成り立った、生地、これがなんか一つの定義だと思うんですよね。でこれがじゃあ40年代後半で、まあ、ずっと来て、6、7で80年代の頭にあのついにこうじゃあ耳がなくなるじゃないですか、あの501って言うとね。で耳がなくなってどうなったかっていうと、こちらになってくるんですよね。これいわゆる、一般的にあのレギュラー501と言われているもの、これは、紡績が一気に変わります。こちらオープンエンド BD 紙とか空棒空気紡績っていう、いわゆる繊維の短いものをこうブワーッとこう空気を送り込みながら一気にこうなんですかね、あの遠心分離機の中でひねりながら糸にしてしまうって、これもうなんかすごい技術なんですけれども、要するに、不均一の繊維でも糸にできてしまうっていうことと、空気を含みながら一気に、糸にしてしまうので、バルキー性っていうんですけど、いわゆるこう弾力のありながらこう膨らみがある糸が作れる、ゆえに、太板が太い糸のね番手を作りやすい、だから自圧な、生地が織りやすい、だからデニムに向いている、まあ、こんなようなあのセオリーで、出来上がった生地なんですよね。まあ、要するにこれ一番儲かる生地なんですよね、きっと。で、ある時から、リーバイス社ほぼほぼ全部、オープンエンドに切り替える瞬間、あのこの BD、空棒紙ですよね、空棒紙に切り替えてしまうんですよね。で空棒紙になると何が起きるかっていうと、結局、繊維長の短めなものも、糸にできる、不均一なものでも全部糸にグッと作れてしまうっていうことで、ムラが作る、ムラ糸にならなくなっちゃったってことなんですよね。じゃあ昔の、まあ、この辺の生地、これがムラ糸を作ろうと思ってたってわけじゃなくて、ただ糸を並べて作る、性質上たまたまある程度ね不均一なあの番手がこう多少太くなったり細くなったりっていうのがあのどうしても出てしまったので、あのこういった感じでこうザーッとね縦方向にムラが入る、ムラというかね、いわゆるだからこう紡績ムラっていう意味だと思うんですけどね、が季節して出てしまったのが、あのいわゆる我々がヴィンテージだって言ってるものであって、このオープンエンドの空棒紙こちらをやってしまうと、もう一気にブワッて糸にしてしまうので、あの均一なものがもうねこうピーッとこう同じものができちゃうんです、できてしまうんですね、太さが。なので、全く、縦にムラが走らなくなってしまう。
という性質が、起きてしまいます。あとこのオープンエンドの糸をロープ染色すると多分なんかこうね、中白の具合とか通常にこう捻刺したものとは全く違う乗り方になってしまうんじゃないかと思うんですよね。だからいわゆるこういう、なんかザラッとしたこの典型的なシボシボシボっていうね、顔になったりとか、あと、表面がねケバケバしてるんですよね。あとドライタッチでいわゆるこう何ですかね、もうバサバサっとした感じになるのがこのオープンエンドの、いわゆる90年代、まあザ90年代ってでも言うんですかね、な記事になるんですよね。501はこうなんですよ。じゃあ逆に、これ例えば517のねブーツカットの、いわゆるだから501でいうところの66前期と同じぐらいの位置の、E は小さいんですけれども、確実に生地はリング紡績でできた生地ですね。だから結局この501以外の0217品番ね、いろいろなの素材のモデルあると思うんですけれども、どこの段階までリング紡績で頑張ったのか、どこの段階で、この空棒に切り替わったのか、リーバイスの、ね、会社としてどのタイミングでじゃあもう大きくこっちに舵を切ったのか、この紡績の要は染める前の糸を変えたのかっていうのはものすごくだから知りたいところなんですよね。なのでとにかく自分が一番知りたいのは、0217素材の末路、結局この素材がどういう形で、最後フェードアウトしたかっていうのも、知りたいと思いますし、例えばよく自分がカスタムで、使っていたこれいわゆるバレンシア工場での501、これただ色ツヤはヴィンテージそのままじゃないですか。要するにこれリング紡績で作った、デニムを、501工場で作った、だから、こういうようなちょっと昔の顔になっている。ただね、紡績が違うっていうだけなんですよ。90年代はこういうことしかできなくて、これは昔の技術じゃないかできない、まあ、そんなことじゃなくて、ただリング紡績、オープンエンド紡績、ただ糸の作り方が違う、それが違いだけなんですよね。というわけで、とにかくね、リーバイスの、会社が、最終ね、どこのポイントで、大きく舵を切ったのか、そこら辺をもうちょっと古着を掘りながら、追求してみたいと思います。